ツマグロカーキニスメラノプタースは、メジロザメ族に属するサメの一種。インド太平洋熱帯域のサンゴ礁で最も豊富なサメの一つで、主に浅瀬に生息する。ヒレの先端に黒い模様を持つことが特徴である。全長1.6メートル程度になる。縄張りは狭く、あまり移動しない。活動的な捕食者で、主に小さな甲骨魚を捕食する。体勢で、 産子数は2から5。繁殖サイクルは半年、1年、2年と地域によってばらつく。妊娠期間は7から11ヶ月。幼体は大きな群れを作り、生態より浅い場所で生活する。臆病だが餌と間違えて浅瀬を歩く人を攻撃した例がある。食用とされるが重要種ではない。乱獲により、個体数が減少しており、IUCN は、 保全状況を純絶滅危惧としている。ソロモン諸島の古代フランスの博物学者、ジャン・ルネコンス・スタンクアとジョセフ・ポール・ガイマールによって、1817、1820年のコルベット・ウラニー号の探検公開で記載された。1824年、この報告は、ルイド・フレシュネによる13巻の公開報告ボエッジ。 オテウール・ジュモンド、シュール・レ・コーベッツで SML、ウラニエイ・ラ・フィッシアンの一部として発表された。タイプ標本は59センチメートルのオスの容体で、ワイゲオシで採集されたものである。この時に付けられた学名は、カーカー・イアス・メラノプタースで、種小名はギリシャ語のメラステロンに由来し、ヒレの明瞭な黒い模様にちなんだものである。その後、本種はカー・アキーネス属に移された。 1965年には動物命名報告最新議会によってこの属のタイプ種として指定されている。古い資料は本種の学名をシースパランツニーとしていることがあるが、これは現在はホーライザメのシノニムとされている。他の英名としてブラックフィン・リーフ・シャークブラック、フィンド・シャークブラックティップ・シャークリーフ・ブラックティップ・シャーク、グーレーマンなどがある。 1982年には形態に基づいてカーキネスコタスと最も禁煙であるとされた。1988年のレオナルド・コンパーニョによる解析ではーコタスを含む4種との類似性が示唆されたが詳細な系統はわからなかった。1998年のアロザイム解析ではメジロザメ属の他の10種と多分記した系統を構成していることが示されたが、 2012年の包括的な解析では、初期の形態解析と一致して、シーコタスと禁煙という結果が得られた。沿岸の浅瀬を好む。インド太平洋熱帯、亜熱帯域前域の沿岸で見られる。インド洋西部では南アフリカから、航海、マダガスカルモーリシャス・セーシェル。東部ではインドから東南アジア、スリランカアンダマン諸島、モルディブ。 太平洋では中国南部、フィリピンからインドネシアオーストラリア北部、ニューカレドニアに加え、マーシャル諸島、ギルバート諸島、ソシエテ諸島、ハワイ諸島、ドゥアモトゥ諸島のような多数の海洋島にも分布する。いくつかの資料とは矛盾するが、日本からの確実な記録はなく、日本産とされる標本は実際には台湾産のようであると考えられてきたが、2017年に、 八重山諸島の入りオ島から得られた標本をもとに、初めて日本での生息が確認された。2019年に、黒島研究所も、同諸島に属する黒島で夏に幼魚が多く、捕獲されていることを確認し標識調査を行っていることを発表した。スエズ運河を介したレセプス移動によって、東部地中海にも侵入している。 最新で75メートルから得られているが、一般的には数メートルの深さで見られ、背びれを水面から出して泳ぐこともよくある。幼体は浅い砂地を好む。生体はサンゴ礁の岩棚で最もよく見られ、ドロップオフの近くにも生息する。マダガスカルでは河口の寄水域や湖、マレーシアでは淡水域からも報告があるが、低塩分濃度への耐性は、 オウメジロザメほどではない。インド洋のアルダブラカン症では、干潮時には、症、腹の水路に群れを作り、潮が満ちると、マングローブ域に移動する。分布域の北限、南限では、海遊を行う曖昧な証拠がある。第一背びれの先端に黒い模様を持ち、白く縁取られることが特徴である。体は頑丈な流線型で、典型的なサメの形である。 糞は短くて丸く幅広い。目はある程度大きく楕円形。鼻孔には後端が乳頭状の突起となった全微弁を持つ。片側の締列は上顎で11から13、下顎で10から12。小さな成中締列を持つ。上顎歯は直立か少し傾き、細い三角形で規定部で荒くなる虚子を持つ。下顎歯も同様だが、虚子はより細かい。 生体有の葉は、メスよりも、急激に湾曲する。胸びれは大きくて細く鎌型で、先端は細く尖る。第一背びれは、胸びれの後端から起死し、かなり大きくて高く、後縁は S 字状に湾曲する。第二背びれは、比較的大きく、後縁は短く、尻びれと体ありする。背びれの間に隆起線はない。背面は淡い肺褐色で、 覆面は白。尻びれの上から体側を前方に、明瞭な白い帯が伸びる。すべてのひれの先端に黒い模様があり、白で縁取られる。第一背びれとおひれ下葉の模様は、特に顕著である。多くの個体は1.6メートルを超えないが、稀に1.8メートル、おそらく2.0メートルに達する、可能性もある。最大で13.6キログラムの記録がある。 サンゴ礁の岩棚を巡回する。オグロメジロザメネムリブカと並んで、インド太平洋のサンゴ礁で最多のサメの一つで、本種はこの2種より浅い場所に生息する。活動的で高速で泳ぐ、単独か小さな群れで見られるが、大きな社会的な群れも観察されている。ほとんどの分布域では、出産直前のメスを除いて、幼体、生体ともに、性別で分かれることはない。 パルミラ干渉での追跡調査では、行動域は0.55平方キロメートル程度で、サメとしては非常に狭いことが示された。行動域は時間帯によらず一定である。この領域の中でも特に37%の領域を仮場として用いる。通常はサンゴ礁の棚に沿って左右に遊泳しているが、稀に砂地に進出することもある。 夜間に潮が満ちた時には平均の遊泳速度は低下する。これは水温低下による代謝の低下、または獲物の動きが遅くなって容易に捕獲できるようになるためだと考えられる。アルダブラの個体はパルミラより活動的で、ある個体は7時間で 2.5km を移動している。特に小型の個体は大型のハタオグロメイジロザメイタチザメ。 同種の大型個体などに捕食される。パルミラ干渉では、焦湖の中央に対比して巡回する、いたちざめを避ける生態が見られた。寄生虫として、常虫のアンターバトリアムレステリニーベリニア、クイーンスリンデンシスオトバトリアムアレクサンダーアイ、プラティバトリアムジョンドウヨラム、粘液放射虫のニキャプセラ属、単焦類のダーモフスリアスメラノプテリが知られている。 感染症による数少ないサメの死亡例として、最近エロモナスサミニセダサブスプ、サミニセダによる出血性の排血症が記録されている。ボラなどの小魚を主に捕食する。産後症生態系で最も個体数の豊富な頂点捕食者として、沿岸の生物群集構造において重要な役割を果たす。餌は主に小さな甲骨魚で、ボラか、果たイサキか、 アジカ、クロサギイカ、ベラニザダイカ、キスなどを含む。インド洋では、連携して、ボラの群れを浅瀬に追い込み、捕食しやすくすることが観察されている。イカタコ、コウイカ、エビシャコ、フニクヤコ型のバンサイ類も、稀に捕食する。オーストラリア北部では、ヒメヤスリヘビウミコブラウミヘビ属、トゲウミヘビ属などの海生のヘビ類を捕食することも、知られる。パルミラ干ンでは、 巣から海中に落ちたと見られる海鳥のヒナを捕食した記録がある。いないようものからは、藻類、海藻サンゴヒドロムシ、コケムシネズミ、石などの雑多な物体も得られている。エニウェト区間賞で働く研究者により、本種は魚の匂いと同じくらい、水中の金属片の反射やしぶきに引きつけられることが発見された。本種は、他のサメ同様に網膜に、 衰体細胞を持たず、色や型の詳細を判別する能力は限られる。だが、抵抗量下でも、動きやコントラストには、非常に敏感で、網膜下の輝き田などによってもその能力は、高められている。実験では1.5から3メートルの距離から小さい物体を見つけられることが示されたが、その形状を明確に識別することはできなかった。 獲物の発見には電気受容器も用いられる。ロレンチーニ機関の感度は約 4NV センチメートルで有効範囲は25センチメートル程度である。オグロメジロザメ同様、同種個体の存在下ではより積極的な行動を取るようになり、狂乱削除を起こすこともある。設置行動は昼より夜間の方が活発である。交尾前に互いを追いかけ回す。 他のメジロザメ類同様に耐性である。生活史の詳細は地域によって異なる。オーストラリア北部では、毎年繁殖し、交尾は1から2月である。フランス領ポリネシアのモーレア島では、交尾は11から3月に起こる。アルラブラでは繁殖は1年おきとなるが、これは他種との間で食物をめぐる、激しい競争があるためである。インド用マダガスカル。 航海での古い研究では、これらの地域での繁殖サイクルは半年で、年に6から7月と12から1月の2回の繁殖期があることが示されている。この結論が正しいならば、これはコース用によって繁殖サイクルが短縮された結果だと考えられる。交尾の準備ができたメスは、そこ近くで頭部を下に向けて S 字状にゆっくり泳ぐ。野生家の観察では、 この時に何らかの科学シグナルを放出して、オスを引きつけていることが示唆された。メスを見つけたオスは15センチメートル程度の距離まで近づき、メスの生殖口に紛を向けて追従する。この時にオスはメスのエーラから胸びれ付近に噛みつくことがあるが、この傷は4、6週間で完全に治癒する。次の段階では、オスはメスに横から覆いかぶさり、メスは頭部を下に、 大上に向けた姿勢となる。 オスはこの体勢のメスにクラスパーを挿入し、数分間の交尾を行う。モーレア島では、熟年のメスは、毎年、1週間程度の誤差でほぼ同じ時期に交尾、出産するが、若いメスは、この時期がかなりばらつくことが示された。また、若いメスは交尾後の妊娠に失敗する率が高いようである。容体は、非常に浅い砂地で見られる。妊娠期間は、 インド洋と太平洋当初では10の11ヶ月、オーストラリア北部では7の9ヶ月と報告されている。マルークのような過去の資料では、妊娠期間を16ヶ月程度と推定しているものも、あるが、その妥当性は疑わしい。メスは右側の卵巣と左右の子宮が機能し、子宮内は肺が1個ずつ収まる区画に分かれている。 排卵される卵角はおよそ3 9 2 6トルで、体内での不可後は卵黄を利用して成長する。2ヶ月後には、肺は4トルまで成長し、発達した外エラを持つ。4ヶ月後には、ヒレの黒い模様が出現し、卵黄脳は、子宮壁に融合して、胎盤の形成が始まる。5ヶ月後には、肺は2 4トルになり、外エラは、 消失、胎盤の形成が完了する。卵黄自体は7ヶ月まで残る場合もある。出産は9から11月で、メスは、小内部の浅瀬を生育場として利用する。インド洋とオーストラリア北部では、出生時の大きさは40から50センチメートルだが、太平洋当初では遊泳する33センチメートルの死魚が観察されている。産子数は2語で、 母体の大きさに影響されない。妖体は、体が、過労死じてつかるすなじ、マングローブで大きな群れを作る。潮が満ちると、水没した小、腹や、海藻林に移動する。出生直後の成長は早く、生後2年までは平均で 23cm、年の成長が記録されている。これ以降の成長速度は落ち、5cm、年程度になる。 オーストラリアではオス9 5ンチメートル、メス9 7トル、アルダブラではオス1 0 5ンチメートル、メス1 1 0トル、パルミラではオスは9 7トルで生成熟する。歩くより泳ぐ方が襲われにくい。メディアを再生する、水族館での飼育個体通常は臆病で人を避ける。だが浅瀬に生息するため人と接する機会が多く、 潜在的に危険だとみなされる。2009年の国際サメ被害目録には、本種のものとされる攻撃が合計で21件、記録されている。ほとんどの攻撃は、獲物と間違えて、浅瀬の歩行者の足を噛んだものであり、重傷には至っていない。マーシャル諸島の先住民は、本種の攻撃を避けるため、浅瀬でも、全身を沈めて泳いで渡る。 スピアフィッシングで捕獲した魚など、餌が存在するときは、攻撃的になることが知られる。タイインドなどでの沿岸漁業である、程度捕獲されるが、商業的に重要ではない。肉は食用にされ、寒油、フカヒレも利用される。IUCN は、保全状況を純絶滅器具としている。分布域は広く個体数も多いが、多くの地域で乱獲による。 地域個体群の減少が記録されている。繁殖力が低いため、個体数の回復は遅い。典型的なサメの姿をしておりあまり大きくないことから、水族館で好まれる他エコツユリズムのダイバーにも人気がある。本種は他のメジロザメ類同様に蝶を反転と出させて洗浄することができるが、飼育下においてこの蝶を 他の個体に攻撃された時の傷が元で死亡することが記録されている。ありがとうございます。